似ているところはどんなところだと思いますか？なんだろう、おつむは全然違うし、おつむって何？おつむは全然違いますね、見ての通り違います。ちゃんと物事に全力、あ、全力少女のところは似てる、ちゃんと全力、はい、やっぱりアイドルとかもさ、なんかちゃんと踊り狂うのが好きじゃん。そう、好きなんだよね、わかるね。なんか心はももクロみたいなところ多分、そうそう、2人ともこれをね、つながっているので、ね、いいこと言ってた。私今思いついたのが あんまそんないいことじゃないんですけど、何ちょっといいこと言ったのに、なんかちょっと前の、ちょっと前のリカさんの私服の趣味と私の私服の趣味が似てる気がする。可愛い感じ、可愛い系、なんかワンピースとか、ね、うんうん、同じの持ったりとかしてます、ね、そうそう。でも今はね、ザ・アイドルみたいな可愛い格好、ね、うん、ね、似合うし、いいと思う、うんうん、大人っぽくなりましたね。どんどんなんか楽に楽に寄ってっちゃいました、楽な方向一日だけリカさんとミュちゃん入れ替わるとしたらやりたいことありますか？カラオ、あ、精神だけ入れ替わるってこと？そうだよね。ただ三半期間とかはミユのままってこと？あー、確かに。あー、ね、じゃあジャイアンスイングしてみたいかな。え？ジャイアンスイングしたい。あする側。回りまくる。回りまくって、あ、全然普通だ。全然目が回らないと経験をしたいのと、あ、まあ普通になんか悪いことしたい。なんでね。しようかな。やめてください。やめて。それはあれなんだろう。え、別に私悪いことしたくないから、リカさんの体になっても人の首絞めたりはしないかな。え、なんだ、普通にあられちゃんと遊びたい。ああ、別に変わった。確かに。アイドル的推しはリカさんだと前に聞きました。リカさんのアイドル的な魅力を教えてください。おう、え、そうなの？そうだよ、嘘だ。え、今までずっとマジで言ってなかったんですけど、自分がオタクだったらリカさんを推してますで言ってました。嘘、最初。え、そう。でもなんかめっちゃ夜中の配信で絶対変わった。ほんとほんと絶対変わっただろ。覚えてる今、マジで。そう、マジで覚えてる。絶対もう変わりましたよ。いやでもそう、マジで本当にそう言ってました。え、好きです、辰巳かなの。え、でも違う、そういう人じゃない。あ、伊藤さんとかはもう本当に伊藤さん TO レベルの、あ、そうなんで、そう、私はもしも、まあ、強いて言えば、強いて言えばじゃないけど、違う、それは誤解、強いて言えばでしょ。でも、なんかそう、もし登場オタクだったら、うん、リカさんの応援し、うん、ことを多分物販も言ったりしてたのではないかっていう。めっちゃ喋ってます。今もうフェーダーだろ。今考えてみて。今どう思う？なんか全部しちゃってるじゃん。確かに。まあ別にそんな変な人はいないけど。なんかなんだろう。いないけど。ねえ。スズメとミズキさんと。リアル。スズメとミズキさんと。じゃなんかその試合の日の暑さによって多分ちょっと中島さん行ったり、普通に新人選手行ったりするオタクになってる。でも一回コンプしたい。そう、一回、そう、一回デビューしたらデビューおめでとうみたいなやつを言いに行くオタクだそうな。一回ね、一回、一回会いたい、挨拶しに。まあミスピは多分行きますよね。行くんですよ。そう思うんです。行くし、でも私パミとか多分普通に好きだと思う、ね、確かに。確かにそれは私フリッキーな人好きだから、おもろって多分プロレス知らなくてもなる、このマスクマンおもろってなってるから、ゆかちゃんとかも行く。ああ確かに。ちょっとマジアミ強いんだよな。マジアミは強いんですよ。やばい、ね、やばい、なんかミーハーみたいに。やばい。ミーハーにやなですけど、いっちまうよな。いっちまいますね。いっちまうよ。
一番合いますもん、はい、まあ、アプガだったら2位を応援してる、やったしています、嬉しいです、アプガだよかったです、まあね、みんな頑張って、やばい、対戦相手を押してどうするって言われちゃう、え、本当だやばいやばい、でももしもイフなんで、イフ、ね、イフの話なんで、あー、もしもの話、そうですよ、でもそれぐらい魅力のある選手と戦うということです、強敵なんですよね、はい、持ち逃げされたくないし、うん、勝ち逃げもされたくないからね、どうにかして勝利するしかないしね、だし、なんだろう、なんかなかなか終わりが決まっている物事ってさ、あんまりないじゃないですか、うんうんうん、でもそれがあらかじめ知ってるのはなんか嫌だけど、ありがたいことでもある、うんうん、ちょっと大事に、大事な姿勢なので逃せないなって思います、掴み取ります、はい、頑張ります、うん、はい、そうですね、やっぱりこのタイミングでもう、うん、まあ、何回、3回くらいですかね、マジラブとバイクでなんかタップマッチ、うんうん、そう、それがまさか今回で終わりだなんて、ね、今まで思ってなかったので、ガチ、ガチ最後だよね、多分、ね、多分だと思うので、はい、ってなるとやっぱりその時間を大切にしながら、うん、はい、軽い、あのベルトなく軽い状態でアメリカに、うんうんうん、はい、そうです、してほしいなと思いますね、手術ケースの、そう、隙間も、そう、重いのダメですから、ね、そうそう、21キロ以上とかありますから、ね、オーバーしちゃうから重量オーバーに、そうですね、軽めにさせるために頑張ろうと思います、はい、重荷を取ってあげます、はい。